はい、どうもハルパパです。今日もですねトロワゲドやっていこうと思います。こちらでまずねトロフィーご覧ください。今ね1463、はい、昨日ね1570まで行ったんですけど、もうねこれねなんつうんだろうな、負の連鎖ですよね。もうなんか一回負け始めるとパカパカパカっと負けて、しかも悔しいからずっとやり続けてしまって、どん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 押していくというねことで、またねこういう感じでやり直していきたいと思います。はい、またねこの前というか昨日とはね違う編成、こちらの編成で、ぶち殺していきたいと思います。はい、エリクサーの平均コストはね、3.6、うん、まあねゴブリン系が入ってるので結構軽くなってると思うんですけれども、基本的にはですね、ジャイゴブじゃないジャイビズで、まあ逆サイドからねホグライダーとか出して、様子を見ていこうかなと思います。ではやっていきましょう。でこれそうこれなんだけど、皆さんよかったらトロ上げどんな感じでやってんのか、そのコメント欄で教えていただきたいです。僕のレベルの話内容でね、僕が持ってるユニットでできれば教えていただきたい。行ってみましょう。怖いな。まあでもとりあえずこの辺はちょっと勝たないとまずいですよね実際で。今日はあちょっとなんかゴブリンこんなってもしゃあないな。今日はですね、うん、まあ昨日は3本お送りさせていただいたんですけれども、まあ、昨日言った通り、心が折れた時点でやめます。はい、1本でやめるかもしれません。2本、あっしゃべってる暇ない、しゃべってない。2本取るかもしれないです。3本取るかもしれない。ちょっと待って待って、これやばくない？なんかやだやだやばいよ、なんかやばい。 OK いける、いける、ちょっと大丈夫。ネクロマンサーね、こうね、こうね、もう本当に。矢の弓ね。なるほど。まあね、結構ね、この編成強いんじゃないかなってちょっとね、思うんですよね。ちょっとね、まあちょっとエリクサー貯めましょう。まあね、この動画に関しては、僕が本当にやっている日常的な感じでちょっとお送りさせていただこうと思うので、その点ね、ご理解いただければなと思います。よし、ジャイビーズ完成。行こう。よし進軍しろ。ああ向こうもウィズ、ああしかもどうしよう、これ出しとくか。安牌で、よしよし、いいぞ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 。ああ邪魔くさ、邪魔くさいのやめて。オッケー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 、いいぞいいぞ、かなりいい。なるほど、まあね残り921、これ悪くないでしょう。これさちょっとやっちゃっていい、これ。あーでもな、はい行こう。先打ちファイアーボール出てこい。あ何も出てこない。おっしゃ、これはいいでしょう。よし決まった、よし決まったぜ、先打ちいいね、調子いいですね今。やばい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 、あんまよろしくない、よろしくない、よろしくないよ、よろしくないよ、よろしくない、よろしくない、バカうわやめろ、ちょ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 、あっ何だ、何なの、何してんのこいつ、もう邪魔邪魔やめろ、何その追い打ち系男子、やめてくれる、何人本当にもうやめてっす。どうしようかな、まあ、ね、こうジャイアント後ろから出しつつリザードつけて、こっからなのよね結局。もうちょっと細かい系とか出してくんねん。ホグつけてまた先打ちやっちゃいますからね。あちょちょちょ、まだまだまだホグライダー来てんじゃん。おお、ちょっともう何そのフリーズとかそういう技出して、わあなんかいろんな来た。ちょっと待って、負けたくない、負けたくない負けたくないんだ俺は、もう頼む。よしウィズ一掃しろ、やめろ、それ亡くなった時に来んなって。よしよしよし、いけ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 、おい邪魔すんな邪魔すんな、お何ちょっと本部倒そうとしてんだよ。いいぞいいぞいいぞ、このまま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 、よしいけ、あ危ない危ない、いけ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 、よしいけ、一発ドーン普通に嬉しい。おトロフィーより嬉しい。
やつですよね、これね。いかつ。すげえ嬉しい。そういう感じ？いや、もう、わかりました。もう一回行ってみましょう。この編成ね、結構ね、俺の中ではおすすめなんですよ。うん。まあ、勝てば気分良くて行くみたいな、このスタンスになってますけどね。負けたらもうやないって言いますからね。さあ、次は、7レベル同士の、レベル7同士の戦いですね。これはちょっと待った方がいいな。あ、これ、皆さんおすすめです、これ。後ろから出した時に、こう、一緒に、ファイヤーボールで、ダメージを与えていくと。こうすることによって、こう、二度おいしいみたいなね。じゃ、うざい。何しとん。ほら、細かい系ユニット楽、いいですよね、これね。楽じゃね、いいですよね。よしよし、いいぞ。よし、これ、かかってこい。あ、ちょっと早かった。あ、よし、まあ、どうもうまい。こっちの方が優勢でしょ。待って、なんか対応するユニットがない。エリクサーがない。エリクサーをください。エリクサーを僕に。あ、でもレベル3のウィザードだと、そんな、言うてもじゃない。いや、これね、どうしよう。あ、やばい。嫌な予感しかしない。ガゴイ出したい、ガゴイ。嫌な予感する。ちょっと、早めにお願い。ガーゴイル頑張れ。よし。邪魔だって。邪魔。空気読めないの、このガーゴイルの群れ。ほら、もう死んだ。このね、槍ゴブリンとゴブリンって、槍ゴブのが一緒みたいな、こう思いません？大体。これね、実はですよ。ゴブリン結構ね、バーバリアンぐらい強いんですよ、俺。まあ、そんな強くないけど。よっしゃ！ハマってるね、結構ね。いい感じでハマってる。やばい、攻撃するすべがない。すべがない。あ、よし。やばいって、それは。ゴブリンね、意外に強いんですよ、これ。やばい。よし。やばいしか言ってない、俺。やめろ。あぶんの。おい、この火の玉の意味のなさ。ちょっとやめろ。やばい。やばい、これミスったらやばい。ミスったら地獄。なんか出す。よし、来た。今のうちだ。いけ。突っ込め。進軍しろ。2発でいいぞ。あ、やばい。やばい。よし。いい処理。よし、来た。これ20秒でしょ。これいけるっしょ、これ。やばい。やばい、この10秒きつい。やばい、10秒きつい。本当にクラロワですよ、これ。どうしようかな。まあ、とりあえずこうジャイアントでターゲット取りつつ、なんか俺間違ってる。間違っててももう出しちゃってるっていうやつですね。出たよ。何対応してきたの、フリーズを。よし、いいぞ。いける。全然オッケー。全然オッケーでしょ、これ。ジャイウィズ行け。もう出しちゃおう。出してこう。どんどん出してこう。これはもう最後のチャンスだと思い。あ、まあ、ちょっとやめろ。ホグライダー、バカ。おう、ちょっと。そういう裏を書くようなことはやめよう。よし、いける。よっしゃ、来たー。もうちょっと。マジかよ。これ強いんじゃない？もう一本行きます？もう一本行ってみようか。いけるっしょ、これ。これなんかその、魔法の宝箱ね、出たあの勢いで行ってみましょう。よし、行こう。怖っ。で、これで負けるパターンなんですよね、大体ね。よし。これ最後で。いや、ここはね、ちょっとね、冗談じゃないですよ。うん。ちょっとね、ちょっとですよ。なんでもないです。俺悪くないよ。こういうのはね、ガーゴイルで。なるべくね、やっぱ相手のコストに対して、少ないコストで、対応したいですよね。お前やめろ。汚いぞ、お前、そういうフリーズとか使うの。フリーズ汚いぞ、お前。よし、逆転だ。
ファイアーボールと違ってフリーズって動き止めるだけだから、こっちの戦力を全て温存した状態でいけるんですよね。なんかある意味なんていうかな、そんな感じ。これね、ガーゴイルの群れはね、このね、これですよ、ウィザードのワンパン。あー、ジャイアント来てほしかったな。これいっちゃおうか。あー、やれ、ちょっと今の判断間違いかな。間違いだ説ない、これ。あ、これいける、これいったでしょ、これいった、いった、いった。よっしゃこーよっしゃこーって、おかしい。おーっ、待って、おー、いけよいけよ。こっち守りたい、右守るよ、右守るよ、これから。うん、守り系ユニットは取っとこう、全部。もうね、攻めません。私、手堅くいきます。ずるい。うん、そんなこと言われたって構いません。よし、待って。これはまずい、これはまずいぞ。落ち着け。よし。もう、やめろ。俺のところに来んな。もう来んな。そう、槍ゴブとゴブリン、意外にね、結構槍ゴブ使いがちなんですけど、ゴブリンね、強いんですよ、これ。知ってました?まあ知ってますよね。強いんですよ。これでも1分耐えるのきつくないですか、結構。槍ゴブでターゲット。ああ!ちょっと待って。落ち着け。バカ。やめろ。まだ。それは、嘘だろー。どうしよう。ちょっと待って、こういう油断が危ないです。一気に行こう、一気に突っ込んでこう。いや、ちょっとバーバリアンどんどん出て、ミラーカードで思ってんの、向こうは。どうなの?教えて。ミラーカードっぽいよね。ちょっと待って。何勝とうとしてんだ、俺の。待って、俺のが有利なんだって、これ。そういう感じでしょ?なあ、俺の代わりゴブリン。ああ、またうざいの出てきた。ちょっと待って、ガーゴールの大群。すげえ、ガーゴールの大群。よし、右群れから離れて。そう、ウィザードのとこ出されるときついっすよね。うわ、超守ってる。何このさ、あの、2戦勝って3戦目引き分けで俺心折れるっていうこのパターン。なんだって、だからやめろって、フリーズは。いけるでしょ。いけ。待って、でもあれがない。ファイアボール。いけ。あー、ちょっとダメか。耐えちゃうやつ。まあでもぶっちゃけこれ同点説ない？同点っすよね、これ。ちょっと待って、危ない、こういうのが危ない、油断が危ない。油断で死ぬやつだから、これ。待って、油断で死ぬよ、これ。待って、あとワンパン。よし、なんかいい感じの。耐えろ、逃げろ、逃げ切っていけ。あー、5、4、3、2、お疲れ様でした。はい、というわけで今日はどこまで行きましたかね。あの、そうですね、前回もそうですけども、今日はここまで行きました。言うても次の日下がってるっていうね、このね、俺のあるあるですよ。はい、下手なんです。はい、というわけでね、こんな感じで結構上がりましたよね、今日ね。うん、まあいいでしょう。上がったっていうか、戻ったっていうか、うん、魔法の宝箱出たから、まあいいか。うん、あのね、編成に関してなんだけど、この編成、アドバイスください。何を何に変えて、どういう風に攻撃したら どのように強くなると、そういうコメントをいただければ私幸いでございます。はい、というわけで本日はご視聴ありがとうございました。あの後ですね、やったらこれですよ。いやー、4連勝ぐらいして、なんかもう連勝してズバンと1704大工の作業場到着いたしました。ということでですね、私これとこれ72円で OK、これを2つですね、明日開けていきたいと思います。乞うご期待。ご視聴ありがとうございました。